そんなこんなで、お金59ドル、僕はてっきりさ、テレホンカードを使ってくれたと思っていたら、視聴者の方から、アルテミス君、テレカ使わずに思いっきり1ドル入れてますねってコメントいただいて、あえて10円玉を使うっていうね。あえて1ドルを使うっていう、アルテミス君。テレカに穴を開けたくなかったか。たとえそれが、アンケートでもらったテレカだったとしても、穴を開けたくない、アルテミス君です。じゃあ、荷物パンパンでね、どうしようもない状態なんだけれど、とりあえずね、街、いろいろと、回っていきたいと思います。売れるものはもうないよな。テレホンカード、これ、ちなみにテレホンカードいくらすんのこれ。え？え？ 20? 結構よくない？ちょっと待って。整理しよう。僕はね、このテレホンカードってイメージよ。50度ぐらい。まあ、50って言い過ぎかもしれないけど、何回か繰り返しね、使えるもんだと思って見ています。それがもしだから、25回使えるもんだとしたら、まあ、10日交換みたいな感じなんじゃん。でもしこれが1回ポッキリのアイテムだとしたらさ、25ドルに変えた方が良くない？もし1回ポッキリだったとしたらよ。でも、アルテミス君はわざわざ1ドル札を使うぐらいこのテレホンカードを、綺麗な、新品の真っさらな状態で残しておきたかったんだろ？じゃあ、そこは組むよ。組んであげるよ。喘息スプレー、殺虫スプレー。高いやつね。でも割とさ、繰り返し使えるものって出てきてるじゃん。具体的に言うとこのね、サイパワーストーンとか闇のライトとかメガホンとかデカ袋とか。いらっしゃいませ。1100ドル、すげえいい値段。いいバット。どうも、デレク、なんちゃら、ジーターです。これが私と監修した。もう、なんちゃらの入れどころが悪すぎて、まんまじゃねえかって。パンいいよね。行ったり来たりできるはずなんで、これ、空きが欲しいな。パンは、ここだと思ったような場所が見つかったら使いたいんで。失礼。空きな。これもっと期待しな。これも、ようやくね。さっき ATM あったしね。これもいいしな。ないな。まあ、これ預けたいね。預かり所っていうものが、この世界、この街にあればね、便利なんですが、なんとなく、うすうすさ、ないんじゃないか説。テレホンカード50、やっぱ50度なんじゃないの？ショックガン。物差し。保存用テレカ。これは繰り返し使えるやつだな。ただ、これを使うためには常に携帯しておかなきゃいけないっていうね、デメリットもある。そして、パパ、僕、いくら持ってますか？グッズ、キャッシュカード。引き出す。2000！ ちょっと待って。僕のメモを見ると、あの、マフージのなんちゃらっていうのが1200円しました。あと、腕輪シリーズの一番高いのが1500円ぐらいしましたと。だから、2700円ぐらいになったら、っていうかあそこにどうやって行くの？あの、マジカントの、住人の情報でさ、このメノーの釣り針っていうのが行ったり来たり帰ってこれるみたいなことを匂わしていたんだけど、まあ、それは、その時が来たら。とりあえず、お話。やあやあ。すいません。ちょっとアンケートに、前にお願いしましたっけね。ちゃんと覚えている。そして、どら焼き屋さん。オレンジジュース、フライドポテト、ハンバーガー。ここをさ、炭酸飲料にしなかったところがこだわりなのかな。僕もお医者さんになって怪我人を助けて大儲けしたいな。儲かんねえよ、坊や。僕みたいな一文なしがいるから儲かんねえよ。全然。
儲かんねえよ。この59ドルも預けてしまいたいな。なんならずっと北のダンカンさんの工場にはとてつもなくでかいロケットがあるんだよな。でまずはさ、オーガスタの件。学校行けよ学校、学生さんだろ。なんかあなた自身のその余裕のなさが反映されてる言葉だったな。線路の上の大岩はどうやってどかすんだろうね。役所に任せておいたら来年になっちまうぜ。そんなことしちゃって大丈夫？匂わせてることはわかるけど、あ、危ねえ。なんかあんまり言っちゃうと、どこからどこまでが町の境界線か。ほら来たホラー映画じゃねえか。サスペンス系の。暴走した。ハイパーひ人殺しだよ。ハイパー人、ハイパー人殺し。すごくない？ここの治安。ここの治安や。俺の59ドルが おいおい言ったそばよ、言ったそば、言ったよね。なんかお金預けておいた方がいいかもしれないみたいな言ったそばからさ、車がさ街の中で暴走するってどういうことだよ。2000円持ちまして、で目の尾の釣り針使う。で釣り針は残ってる。やってやった。ただいま。最高最高、これは最高だぜ。そしたらここが確か荷物の預かりをやってくれる人なんで、預かり人、はい、預ける。ソード。アルテミスさんの家へ送っておきますね。それから、アルテミスが大事にしているテレホンカード。他に、サイパワーストーンは、まあ、たらいいけど、結局失うものがないからよっぽどなんだよね。なんかこれからそういう系の場所に行きますよっていう時ぐらいでいいんじゃないのかな。あとはまあそんぐらいか。まあデカ袋もそういう点では似たような立ち位置だと思うんだけれど、うん、まあ3つぐらいあればいいか。そして満を持してここはね、お金ゼロで立ち回る面白さを教えてくれたエリアだとすれば、さっきの多分だけど、預かり所がない。どうしようっていうね、持ち物のやりくりを楽しむエリアなんじゃないかっていうね。そんなこんなで話す。ここが腕輪。どうしよう、一番高いのを買うか、1200円のを買うか。まあ、ちょっと待って。1200円のだったら、あれも買えるじゃん、2個。700円だったもんね。あの、ペンダントだっけ。いや、ペンダントと合わせ技で買おう。なんで、魔封じのコインお願いします。そして、雫炎大地。雰囲気的に言うと、火に効く、水に効くみたいなね。これは、なんだろう。あの、なんだっけ、ミラコっていうのが、
PK サンダーっていうのやってきたんで、それ対策っぽいよね。ポケモン的な発想になっちゃうけど。なんで、汎用性が高そうなのは、もしもだよ。もしも炎とか飛型に強いんだったらこれ。まあ、買ってみるか。ん?で、装備しようと思うとさ、これはあなたには使えませんよ、みたいなね。じゃ、まず、魔封じのコイン。装備した。これによってディフェンスが48。これは持ってるだけでいいのかな?とりあえず使う。装備した。イクイップのとこにブームラン、魔封じのコイン、雫のペンダントと並んでます。やったやったー。んで、手持ち金が100ドル。で、こっからさっきのとこに行くには、まさか?まさか?まさかっぽいな。でもまあまあまあ悪くないよ。じゃあ、久しぶりにお泊まりに来ました。これで PP が、前回、やったやった!サンキュー!で、この世界を離れる際にどうしてもやっておきたかったことがあるんです。それはね、アルテミスの血と肉、勇敢なるフライングマン戦士、ここに眠る。で、挨拶しちゃうとさ、ついてきますみたいな感じになっちゃうから、ここでな、お別れな。ここでお別れ。ありがとう。僕がもしアルテミスじゃなかったら、ここにプレミアムアンケートテレホンカードをそっと置いとくんだが。ビュンビュン。お、ここすごいんですよ。ちょっと戯れただけでレベルが上がるっていうね。で、一つのレベルで、うわーほら、景色が全然変わっちゃうっていうね。12と13歳のこの作用。まあそうだね、小学校6年生と中学1年生って大きいもんね。初めてさ、中学に入ってさ、で、部活動のさ、こう、なんていうの、プレゼンテーションみたいなのがあったんですよ。テニス部の紹介、サッカー部の紹介、バスケ部の紹介みたいな感じでさ、もう体格が全然自分たちと違うなと思ってさ、びっくりしたもん。PSI 覚えた。サイコシールド。アルファ。なんだろう、サイコシールド。魔法に強くなるみたいな。唱えてる余裕がないけどね。この後さ、狼地帯に入るんでしょ?ちゃんと忘れてないよ。きた。まあ、彼に対してやってみても面白いけど。PP 貴重だからね。いない。帰ってきた。イーグルが襲いかかる。いや、絶対強いから。ただ、前にここに来た時に出会ってないんですが、前のアルテミスより確実にレベルが上がってるし、なんせ装備品が加わってるから。素でいっちゃう ?11、結構強えな。スマッシュありきだ。スマッシュありきで倒したっぽいな。11はちょっと想定より食らったな。7ぐらいかなと思ったけど、バーボット、リトルソーサー、もはやこの世のものではない。バーボット破壊された。何気にとんでもないものに遭遇してるんだけど、自分の胸にしまっておく感じ。スタンドバイミーのあの主人公が
森で鹿を見かけたみたいな。ああいう流れ？何気にとんでもないものと遭遇してるんだけど、アルテミス君。サンキュー。You win。ちょっと回復しよう。スカンク強いんで、前初めて会った時10だったよな、ダメージ。今6。もうちょっと強いかなと思ったけどな、さっき買ったやつ。ほんのりだね、スクルトで防御力が上がったぐらいの感じ。僕の印象ね、スカラではなくね、スカラぐらい期待してたんだけど、スクルトぐらいだな。お値段的にやっぱね、もうちょっと期待してたとこがあったんで、僕の中で。やーべーやーべーやべーやべーやべー、スマッシュありきだったからな、素でやった場合どうなるかが全然見えないんで、ここはもうハイパー安全を見て、ディフェンスアップ。で12とか言ってるから、1ターン12になったな、これで。1、あ、そんなに効果ある？スマッシュ。もう音楽聴かせる感じじゃなくなってきたな。普通に行ってみる。一撃で倒せたら。でも10、やっぱ13はでかすぎる。ただもうここまで来ちゃったら、スマッシュ。あっという間に上がってきます。お楽しみの PP10 でかいな。そしたら一旦記録を取るか、もうちょい探索するか。なんか建物があったよね、この崖上から見えたよ。狼、やべえな、狼は強いよ。ファサッ、フラノに帰れ。これはなかなか厳しいぜ。コメントサンキュー。なんか覚えてくれた。なんでしょうね、クイックアップ、素早さが上がるのかな。長期戦になった時はいいよね。今はまだ行動しちゃった方が効率がいい感じになってるけど、仲間が増えたらまた変わっていきそうですね。結構こう町から離れちゃってるな。大丈夫？ちょっとやっぱ町に行くべきだったか、これ。思ってる以上に敵が多い。
まあ、これでダメージが1ぐらいになるはずなんで。サンキュー。これだ。こういう時パンみたいなアイテムがあれば、街でパンをね使ってみたいなことができるでしょうね。ナイス。で、スイートリトル工場行ってみるか。来ちゃったからね。うわあ。うわあ。エグジットって書いてあるけど。固まった。助かる。使っとくか。どんな敵が出るか分かんないからな。まあ最悪ね、釣り針を使って待ち関東もありだな。ネズミ。ナイフ、やばくね。71。アルテミスはナイフを装備できない。いい子ちゃんなんだね。お、ダブルドラゴンみたいな展開。じゃあ上、なんかまだ続いてるよ。参ったな。とりあえず上に行っとく。いや下調べてからだったか。幸いまだネズミだったらいけるよな、相手が。ここでなんかこのスイートリトル工場の主みたいなの出てきたら終わるけど。広いな。ネズミ。広いな、すごい。あれ？オーガスタ？ペンシルロケットがあった。アルテミスはペンシルロケットを手に入れた。やった！欲しがってたやつだよね。マジックハーブ。そうか。ボロのバット、そうか。傷薬、あー、これ高く売れるやつ、そうか。あえてたくさんアイテムを置いてるんだろうな。でもなくならないのはいいね。あえて残るから。残ってくれているはずだから。
でほらこういう工場の中だからさ、さすがにさあの時出くわした車とか出てこないだろ。呼んでないからね車開けたら車とかやめてね。スピードカプセル、ちょっと待って、いい響きだぞ。スピードカプセルって、スピードカプセルは持ってきたいな。じゃあマジックハーブ使っちゃうか。んでスピードカプセル、これは戦闘中の素早さを上げるアイテムなのか、それとも素早さの種みたいなものなのか。まあでも戦闘中のアイテムだったらここでは多分使いませんで、手元に残るでしょうから。5、やばくない？スピード5、まあ、そもそもスピードそんなになかったんだね。5上がっても37だから、アルテミスが今誇れるものは体力。もうとりあえずね、オーガスタが欲しがっていたものは手に入ったんで、戻りながらね、いろいろ入れる部屋があったら入ってみたいな感じで街に戻ろう。それこそもしオーガスタがこのタイミングで仲間になってくれるんだとすれば、2人で来ればね、アイテムももうちょっと持てるでしょ。ファイトカプセル、じゃあそういうことかい。4、やった。僕はこのナイフっていうアイテムを誰が装備できるのかが気になるな。外れの部屋だったこれ。えらい出てくんな。外れの部屋っぽいな。アイテムもパッと見ない。でも敵は多い。サンキュー。あった、外れではなかった。ロープ、使い道に困るやつだな前に使ったら1ターンぐらいでさ抜け出しちゃったもんな。じゃあとりあえずめっちゃ広そうなんでまた来るか。アイテムも今いっぱいいっぱいだし。Thank you.
ここだったかな。そうだね。OK。そしたら、マジカントに戻って、行くのが早いのか、このまんまの世界で上に行くのが早いのか。マジカントに戻れば、なんせ記録ができるっていうメリットがあるんだけど。でもまあ大丈夫でしょ。さらにさ、ぶっちゃけて言うとさ、倒れたところで、傷つき倒れたところでさ、そんな体勢に影響が出るほどのペナルティがあるわけじゃない。失うものは少ないから。このまま行っちゃおう。ちょっとやべえな。そこの手数が、そこの、あ、よかった。こっちからね。そこの手数がちょっと痛えな。なんで後ほどね、アサリに来るよ。ここよし、ここが分岐だったな。ですぐそばに小学校んで、屋上邪魔してきたな。いじめっこよ。僕オーガスタ、スイートリトル工場で作ってたっていうペンシルロケットを飛ばしてみたくって。わあ、これがあの噂のペンシルロケットか。これなら同じものを作れるかもしれないぞ。理科室に来てくれ。お、いじめっこいるよ、そこに。後でダンカンの大工場に行こう。あそこにはすんげえロケットがあるらしいんだ。マジで？それを使って、なんか線路をさ、塞いでしまってる岩を破壊するみたいな。みんなが僕のことを弱虫とか毛虫とかアホタレとか噂してなかったかな？ちょっと待って、今のセリフさ、僕は今大きな力を手に入れたんだ。目に物見せてやるぜ宣言じゃないの。大丈夫？ムーンウォークしちゃうよって。ウッキウキでムーンウォークしちゃうぜ。君の持ってるロケットの燃料はほら、僕の持ってるこの、すんごいだろ。あ、でどうしたの。どうしたのはいいんだけど、あれ、正式、今のが正式加入のご挨拶か。正式加入した。たら二人でさ、ここ直してもらおう。サンキュー。ということで、オーガスタ君が仮かもしれませんけれども仲間になってくれました。ようこそ。嬉しいな。